どうも、クリズンです。それでは今回もやっていきたいと思います。前回の続きですね。バイク見張っとけよっていうことで行きましょう。何の用だ？今からね、発掘現場だっけ、まで行きたいと思います。50メートルだから近いですね。なんか掘ってる感じありますね。言ってるだろ、辺り一面巨大な溶岩源なんだ。ちょっと8メートルの岩が塞いでる。ゲームを上げましょうか。これじゃどうしようもない。泣き言はもうたくさん。そんなの分かってる。なんかちょっとうちのおかんに似てるな。みんな空腹なんだ。体力があったとしてもツルハシとシャベルじゃ何ヶ月もかかる。知ったこっちゃないよ。空腹なのはみんな一緒さ。でもどれだけかかろうがこれはやらなくちゃならない。他にやることがあるわけでもないだろう。待て、話はまだだ。ならさっさと済ませな。忙しいんだよ。リッパーだ。今朝、奴らが山道を越えるところを見た奴がいる。止めなかったのかい？どうやって？ただでさえ手一杯なんだぞ。どこへ向かってた？まさか、奴らはこのキャンプを襲うつもりなのかい？いや、わからない。でもこいつなら。何が言いたいんだ？あ？何のことだ？あるかい、何言ってんだい。それを知るのはディーコンじゃなくてお前の仕事だろう。え、無茶を言うんじゃない、タッカー。俺にこの現場を引き合わせるか、リッパーを追わせるか。このアルカイって人、初代バットマンの人に似てますね、映画の。ここの指揮はウィーラーに任せる。何を見てる？役立たずの顔を拝んでんだ。よしな。なんか出てたな、他に。スパイダーマンか。アメージングスパイダーマン。仕事ができる男がいて助かるよ。ディーゴン。一緒に来な。さっきのやつなんか仲悪そうですね。お。たまには生きてる人間。これゴルフ場によく置いてあるやつですよね。あんたが喜ぶようなまともな人間はなかなか見つからなくてな。また熱で死人が出た。だからなんだ。食料が欲しいなら黙って協力しな。あんたの仕事はするが、キャンプに加わるつもりはないぞ。ああ、そういや前にもそんなことを言っていたね。なぜなんだい。んなことしても時間の無駄だからだ。ふん、大した自信じゃないか。ブーザーはどこだい？あいつはポープランドのキャンプに向かった。取引をするってよ。やつとは切れたんじゃないのかい？なんで取引なんか。別にどうだっていいだろう。ブーザーはブーザーだ。好きにやるさ。これ何を燃やしてるんですか？一日中こいつを燃やしてるのか。お前さんみたいな連中が仕事をするからフリーカーの死体がどんどん積み上がっていくのさ。もっとガソリンを使って一気に燃やしちまったらどうだ。なんかめっちゃ手振ってる。そんな余裕あるとでも。ガソリンがなくなったらどうやってバイクを動かすって言うんだい。何か問題でも起きたのかい？食料と弾薬の数が合わないんだ。なんだって？昨日の見張りは誰だい？ウィーラーだ。今夜は二人で見張りな。まったくイライラするね。了解。大変そうだな。キャンプってのは刑務所と同じさ。嘘つきや泥棒や殺人者が集まってくる。なぜかわかるかい？さあな。そんな連中しかいないからさ。こんな世界を生き抜いていけるのはフリーカー以上にイカれた奴らだけなんだよ。なるほど。それ以外は私の保護を期待してここでぬくぬくと世界の終わりを見届けようって連中ばかりさ。そこさっさと仕事に戻りな。サイラスを呼ばれたいのかい？冗談じゃないね。真っ昼間から怠けようなんてこの私が許さないよ。厳しいですね。刑務所時代を思い出すね。
あんた確か昔刑務所長かなんかだったんだ。ああ、そういうことか。そんな大層なもんじゃないよ。女子寮の監守だったのさ。仕切れる。刑務所ってとこだよ。もともと仕切ってたからこそね。昔は悪さしてたんだろ。ここも仕切れるっていうことですよね。俺も昔やらかしたが、クラマスには行ってない。仕事がある。ラーセンが昨日仕事中にマリオンフォークスで人を見たって言うんだ。一瞬だったが、若い女だったらしい。その娘を探してほしいんだ。ダラダラするんじゃない。それ確かか。ラーセンをなめんじゃないよ。人とフリーカーの区別はつく。仕事するこういうの得意だぞ。娘を見つけて連れてきておくれ。なんかボコされてますけど。やってやるよ。それよりレオンの件だが、支払いはどうなってる。クレジットが欲しいなら生きてる人間を連れてくることだね。じゃあダメなんだ。レオンの件。それじゃあ待ってるよ。私はウィーラーを探しに行く。オッケー。とりあえずちょっとさっきのあれ？もう終わった？大丈夫だったの？さっきの人。あ、なんか20メートルってなってますね。まだバイクは乗れないみたい。あるかい？何の用だ？文句あんのか？アイアンビュートにあるリッパーのキャンプから仲間が逃げてきた。リッパーに拷問されながら二人組のバイカーについてしつこく聞かれたそうだ。そいつらのことを見かけたかってな。ここらはバイカーだらけだ。俺にどう関係ある？リッパーはそいつらをモングルズと呼んでいたそうだが、お前たちのことだ。今度は追われる側か。捕まらないといいがな。あるかい、武器を見せろ。戯言に付き合ってる暇はない。お、ついに武器もらえるんですか。いいだろう。あるかい、あれはあるかい。すいません。お、なんかいろいろあるね。あー、レベルが必要みたいですね。全く変えない。これはいけるね。これいけるけど、戦火いじれるのかな。おお、いいですね、こういうのもね。とりあえずどんどんレベル上げていかないとですね。サブウェポン、いつまで突っ立ってる。今メイン何持ってるんだろう。サプレッサー。ああ、行くのか。ちょっと操作若干忘れてんだよね。あ、ショットガン持ってますね。あ、これでいいや、とりあえず。でさて、これを誰に渡すか。あー、そっか、バイクに乗ってるやつか。これ選ぶの。ああ、よりいい武器が買えるんだ、タッカーに。なんて言うとね、薬コープランド。マニーがボロボロのバイクを修理してくれるだろう。バイクより武器だな。いい装備を整えるためには、タッカーの力が必要。コープランドのやつは、あんまりあいつ、好きじゃないですね。タッカー。レオンが盗んだ薬かい？ああ、コープランドも欲しがってたが、奴は信用できないからな。分かってるね。
アルカイが新しいショットガンとライフルを仕入れたそうだ。見に行ってきたらどうだい。これみんなどっち選んでるんだろうな。多分僕と同じ選択した人の方が、多いんじゃないかなと。何の用だ。すぐに仕事に戻れ。何度も言わせるな。思いますけど。おい、仕事に戻れ。あれ。仕事に戻れ。この音は。ああまた。ひどいな。どれ。なんだよ。なんかかわいそうだな。まあここはこういうところですからね。彼はそういうところに来てしまったからルールに従っていかないとですよね。バイクのことか。とりあえず燃料を入れて修理して、ちょっと見せてくれ。あ、でもそれしかできない。分かった。何を分かったんだい。バイク手入れがいるな。何もないよ。あれバイクがないもん。あれバイクどこ。あ、ここか。元気にしてるか。ヤオヤオ。それでどうすんだ。もうなんかいろいろ出てますけど。あ、またここに行くの。なんかあのコメントでね、多分ここにあの女の人のね死体、仲間なのかわかんないけど、あのレオにボコボコにされたね女の人の死体を燃やすと経験値が手に入るらしいんで、まあそこに向かわなきゃいけないんだったらね、ついでにそれも。ただこれもあるからちょっとこれもねやろうかな。あ、そうだ、忘れてた。あのボコされた人に夢中になっちゃった。武器。調子はどうだ。いや、元気か。どうした。あれ、分かったあるかい。あ、ここはテーブルの、なんかショットガン、新しいショットガンが、お、これいただけるんだ。いただけるっていうか買わなきゃいけないけど、これロックかかってましたけどね。あとなんか新しいショットガンが、入ったみたいなこと言ってましたけど、それに関しては別にロックは外れてないですね。これだけですね。これもな、これどうしよう。まあいっか、買うか。こいつがあれば安心だ。サブウェポンよ、メインウェポン。あ、これでスナイパーライフルにつけれるのかな。あ、もういっぱい持ってんだこれ。じゃあいいね。スナイパーライフル用最大だって。全部最大ですね。ああ、そうか、またな。そうだ、で、あ、ここはダメなんだ。ここで、あ、できるか。サプレッサーつけるぐらいはできるね。すごいなこれは。なんか缶詰をそのまま、武器の先っちょにつけてる感じの。おっと、ちょっと待って、これはこれどうしよう。ボウガンとショットガンを。どうした、何か探し物か。
ここでね、変えられるんで。あ、そっか。これメインじゃないんだな。じゃあ行くか。行くのか。うん、行きます。またな。グリズン、行きます。何がいるんだ。ああ、調子は。よし、行こう。とりあえずですね、ここに向かってみよう。よし、開けてくれ。いい、待て、開けてやるから。なんかここら辺もね、探索できそうですよね。おお、おブーザー、ブーザーじゃないか。起きてんだよ。眠れなくて。俺がトンネルで言ったことを覚えてるか。なんか言ったっけ。俺は冷静じゃない。おっと、ブーザー、ちょっとなんかハテナが出てましたよ。あそこに行くのはフリーガーを殺すためだ。どこで殺したって報酬は手に入る。追いかけてきてる。ならあのチューリップはなんだ。置いてあったよな。今日の朝、テーブル。音できますよね、多分ね。結婚式でサラがつけた花だろうが。それはいいか、ブーザー。とにかくお前は休んでろ。じゃあな。それにチューリップじゃない。万年草だっての。やばよ。おっと。金になる。一言、金になる。なんかハテナが出てたんだよね。しゃがむのは、あ、これか。何かすごいことがあったようだな。おお、なんか何か使えるもん持ってるか。もらった。よし。あ、待って、この音ってさ、あれなんだ、あそこなんか洞窟があるけど、違う。あれ、あ、こっちから入るのか。いいぞ。なんかこの中にいるとね、すごいゾンビが大群でいるような音がするんですよ。しません？気のせい？風？ちょ、ここ気になるね。なんかあるかな？暗いね。出てライト使うんだっけ。これか。これ電池とかはないのかな。なんかまた後で燃やせばいいか。ん？燃やす？何の話？おお、なんだあれ。なんかあるよ。なんかすごいね、静かですよね。ネロの発信機、どこにある。これ何？発信機、注入器か。ネロはいろいろ持ってるな。どうしようかな。体力、スタミナ、たまにはこれもあげるか。あまり使わないけど。こいつはボイスレコーダーだな。
なんか大変な状況になってますね。これ今リアルタイムで起きてること。何にやられたんだ。どうも。これ何？これなんかするわけじゃないのこの。いらない。何もないな。よし、じゃあ行こうか。これ巣じゃないの？クラフト。燃やしとこう。せえな。近いぞ。でこれで出てくるだろうね。修理しとこう今のうちに。よしカモン。カモンボーイ。どうだ。あーなんか他のとこからもう来てるな。あやばい壊れた。ナイフだと時間かかるな。あちょっと、ま、待って待って。大軍大軍痛い。あやばい。これバイクで突き切ったらどうなる。バイク壊れちゃうか。わあすごいすごい。あいつらどこまで追いかけてくるんだろう。ディーコン、ホットスプリングスのタッカーだ。仕事がある。ああ、タッカー、分かった。行けるときに行く。じゃあな。いやー、ちょっと。こちらタッカーだ。聞こえてるかい？この間、アルカイたちから話を聞いたんだけど、キャンプのために尽くしてくれてるそうだね。間違えたの。その礼を言いたかったのさ。これでもこれみんな。ディーコン、こちらタッカーだ。なんだよ前にも言ったけど、ここ数日ブーザーの可愛い顔を見てないね。元気にしてるかい？いやタッカー、ブーザーなら平気だ。最近忙しくてな。どうせマークコープランドの仕事でもしてんだろうね。タッカー私のこと寂しいのかな。ブーザーはあと3つ。聞かれてもわからねえって。3つじゃない、あと2つ。あ、ここか。あ、ちょっと向き変えようか、バイクの。ちょっとなんか起きた時のために逃げれるようにね。よし、これだね。次はこの近くにある。ちょっと隠れようか。あ、もう遅いか。
あ、でも見つかってないんじゃない、これ。ミッション完了？あれだって。おーっと、待って待ってよ。待って。完了か。いつ三つも。ん？何これ。お、サラだって。ちょっと行ってみましょう。